よく来てくれたアンナ。久々に会えて嬉しいぞ。皇帝陛下におかれましてはご機嫌麗しゅう、ますますおひげもご立派におなりで。アンナ・マリー殿。よいよい、昔からアンナはこうであった。20年前のアルゴノーツの頃を思い出すぞ。して相変わらず放浪しておるのか。ええ、陛下のような正当なご身分とは違い、我々は放浪する宿命ですもの。うん、ローバーとしての定めか。ところで反乱軍についてはいかがですの？うん、なかなかに手を焼いておる。さすがはメッサール、神出鬼没な戦いぶりよ。しかも奴が例のものを復活させようとしているのを知っておるか。まさかダークファルスを。すでに精神の封印は解かれたとの情報もある。メッサール、そこまでしてこの帝国を、いや世を倒したいのか。恐れながら陛下、カオスへの締め付けが手ぬるいゆえ反乱軍は増長するのです。ダークファルスの封印を奴らに解かれては手遅れになりましょう。軍をカオスどもの救う南部に進発させ、領民もろとも鎮圧するべきかと存じます。お待ちください、カオスの者とて我が帝国の領民には違いありません。武力による鎮圧は帝国の中に深刻な亀裂を生むだけです。穏健な兄上らしい、上質な砂糖菓子のように甘美なお考えです。ですが砂糖菓子とて水に飲まれてしまえば跡形もなく溶けて消えてしまうのです。兄上のような考えが濁流がごときカオスどもに通じるとは私には思えませぬ。白妖騎士団当主ステラ・マリー殿。はい。澄んだ声をしておる。迷いを帯びてはいるが凛々しき姿よ。聞いての通り、反乱軍は20年前に封印されたダークファルスを復活させようとしておる。かつてダークファルスの圧倒的な力の前にこの地は滅亡の危機を迎えた。反乱軍と国を二分する内戦は避けたい。だが祭神の復活だけは阻止せねばならない。ステラ・マリー、そしてアンナ、イドラ、そしてダークファルスを討滅するのが古よりそなたら白妖騎士団の定め。故に世はそなたたちに深く期待しておる。よろしく頼むぞ。